ルーツ・ラディックスは、1978年に、ベース奏者のエロール・フラバ、ホルト、ギタリストのエリック、ビンギー・バニー・ラモンと、ドラマーのリンカーン・スタイル・スコットによって結成された。彼らに、ギタリストのノエル・ソー・エル・ベリーや、ドワイト・ピンクニーや、スティーブ・ボールディング、キーボード奏者のウィクリフ・スティー・リー・ジョンソン、ピアニストのグラッド・ストーング・ラディ・アンダーソン、サックス奏者のヘッドリー・ベネットなど、 多くのミュージシャンが加わった。ルーツ・ラディックスはが圧倒した力となって、1980年代前半にサウンドを支配する評判の高いスタジオバンドにして、ステージバンドとなった。彼らは、バニー・ウェイラー、グレゴリー・アイザックス、マイケル・プロフェット、イークア・アマウス、イスラエル・バイブレーションなどのアーティストをサポートし、その名義で、いくつかのアルバムもリリースした。余談だが、英語の、 ラディカルはラテン語のレイディックスから派生したもので、レイディックスはルートのラテン語である。1979年後半のどこかでバンドは音楽プロデューサーのヘンリー・ジュンジョローズが手掛けたバリントン・レビの最初の楽曲群のリディムをレコーディングした。当時はチャンネルワンスターズとしてクレジットされていた。後の考察ではこれらのリディムが現在のジャマイカにおける ダンスホールミュージックの誕生とみなされている。スタジオのラインナップとしての存在を求められてきたルーツラディックスは、スタジオやツアーにおいて有名なレゲエスターの何人かを支えてきた。例えば、バブルアップユヒップ、ワドゥー、デム、スキディップ、ザ・マウス・アンド・ザ・マン、アサシネーターといった、いくつかのイークアマウスのアルバムに参加している。また、レゲエのスーパースターであるグレゴリー・アイザックスを、 クラシックアルバム、ナイトナースでサポートしており、また、プリンスファー・アイのリリースしたソロレコーディング作品にクレジットされ、音楽プロデューサーであるエドリアン・シャーウッドによる、スタジオスーパーグループ、シンガーズプレイヤーズの一部としてクレジットされている。ジョンソンは、音楽プロデュースデュオ、スティーリークリービーの片割れとなった。ベイリーは2014年7月に61歳で、 ガンによって亡くなった。リンカーン・スタイル・スコットは2014年10月9日、自身の家で亡くなった状態で発見された。ありがとうございます。